一撃だよね。一撃の繰り返し、それが積み重なって、コール。まあ俺以外に頂点にはやついないからね。よろしく。そうっすね、やっぱり2回目の決勝だし、まあ勝つってことはまあ当たり前なんだけど、鼻の音をやめた方がいいかな、マジで。まあ絶対勝つし、俺強えし、水の音やめてくんねえかな。絶対に、まあ、俺優勝するし、まあ今回俺がやっぱりやってこれたのもみんなのおかげだし。さあたまたま打者が20点入って、やっぱり俺のチームで強いし、日ハムの試合やめて。決勝戦やだ。さあパワープロはね、決勝リーグ行ったこの2方、これから決勝戦でございます。はい、強いことは初めて予選敗退ということで解説やってます。はい、解説やらせていただきます。ありがとうございます。はい、どうですか底辺の景色ってやつは。うぇい、まあ別に気にしないよね。あ、選手取れればいいみたいな。うん、違います違います。選手取れればいいんだ、浅はかね。なるほどね。はい、違います。切り替えて次の大会に頑張ろうっていう意気込みなんで僕は。さっきね、だってね、選手たくさん取れるからいいもんとか言ってたもんね。否めないです、すいません。まあ、僕とノリさんでね、いただきを取りに行くと。うん、じゃあ漆黒の黒びかり、銀色の100円、大手なり。よし、おい、こっから喋らねえからよろしく。まあ、ほぼ喋らないね、決勝はもう。よっしゃ来た、高校初めて高校、これでかいよ。決勝戦の高校は、決勝で高校の方がいいからね。あ、そうなんだ。やっぱりさ、変わらん。あ、野村どうせコールドだから。はい、菅野さんで、ノリさん、菅野さんで行くんですか。菅野さんでいきます。菅野さんで、はい。正義さん、オーダーお願いします。まあ。お、菊池が普通だ。まあ。これはチャンスあるぞ。ないね。ないっす。あります。ないです。あります。いや、まあ過去2回決勝全部コールだからね。おー、確かに。そっか。だから、まあでもね、俺はもう、接戦か、接戦、やっぱ分かると思う。アキラ最近ランダ戦か投手戦になると思う、これは。いや、俺も行きましょう。正義のコールド勝ちか接戦かと思う。あ、なるほどね。接戦でノリが勝つかコールドで正義が勝つか。そうそうそう、どっちかどっちか。そうだね。結構正義さんあれだから、延長戦あんま強くないから。そうそう、ゴー。じゃあ、うわー、決勝楽しみだな。投げました。え、入ってるでしょ。これね、出たらでかいよ、マジで。うわー、いやー、今日もちょっとのいいね。いやー、これ投手戦なるかな。いや、割とマジで正義のバッティングの調子だよから。そうなんよね、怖いよね。で、菅野ワンシーンもあるからな、だりんだよな。投げた、外角低めいっぱいストライク。まあね、ノリもね、ちょっとね、配球回転するから、このワンシーンがだりんだよ、ちょっと崩されちゃうから。投げた、じゃあ、いい配球じゃないですか。いや、正義の打線もやるかな、普通に。投げた、ストライク。第2球行かれるぞ、嫉妬は。マジでインコース低め、フォークは走る。慎重にね、慎重に行こう。いや、怖いね、マジで。投げました、打った。よし、いいよ。フォーク初回いいですね、マリさん。丁寧にね、コーナーつけばね、打たれないんですよ。なるほどね。ただ、ピッチャー菊池雄星、えぐいですよ。苦手だもん、マリはね。トップバッターは田中。さあ投げました、ストライク。うわ、はいえ。第3球を投げました。うわ、でもいいね。当たればいい。踊り調子いいんじゃないの、これ。今日なんか先頭取れればもう打った、流し打ち。あ、はい、出し。これセーフやら。あしゃ、セーフや。足速い、春樹しか。バッターは3番梶谷、初球を送ってきました。現実うますぎる。現実だ。一塁へ送る。よし、うわ、第9来ました、初球縦のカーブは空振り。ドラップ第2球投げました、打った。あー、くそ。サードこれは守備範囲内。オーケー。まあでもね、決勝戦、ちょっと今日全然早く感じない。決勝めっちゃ緊張するから。攻撃に入ります。先頭バッターはTHのゲレーロ。投げた、初球打った。 SS ドンズ、 SS だ。来ました、 SS ドンズ。これでワンアウト。とりあえず一発目ね。正義打線マジエグい。投げた、ストレート見送ってストライク。いきなり153キロ。投げた、
インローへ変化球外れてボール、ね、カウントワンボールワンストライク。さあどう出るか。危ない球。第4球慎重にいかないと打たれるからね。そうだね。投げたボール、カウントは3ボールワンストライク。投げたスライダーに打ちます。第6球を怖いね今。投げました、打ちました、鈍い声。いや分からない、これセーフや。ボールを掴んだ。オッケー、ナイスショット。右バッターのシャーロック、うまいね。ショート投げました、初球から打った。オッケー、投手戦だなこれ。投手戦かこれ。いけるぞ、菅野と。なんか打たれる気しないぞ。2回の裏、マスカは攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者が。いいとこ入って、キッチュースマジエグいからね、普通の。うわ、読んだね今ノリ。掴みました。うわ、上林がね、ランナーはありません。バッターは6番雄平、投げました、打ちました。うわ、上手。うわー、ナイスセカン。これうまい。対談するのに対談本当に。宮崎第9、どこ行くの。インコース低めストライク、まずは見送りました。もうやめるんじゃない。危ない球、えぐいわ。3球目ストライク、バッター追い込まれました。すごい追い込まれました。うぅー、すごい。まあ3回の表、メロン攻撃に入ります。この回のトップバッターは上林。第2球、上林か。投げたボール、はっきりしたボール球。カットは2ボールの使えないでしょ、制御。投げた、見送ってストライク。投球これから4球目、困られる。見送ってボール、カウントは3ボール。怖いよ、ちょっと。投げた、外れました。まあいきなり歩かせてしまいました。逃げてるとバッターは8番中村、投球これから4球目。打ちました、あっと引っ掛けた、これ負け、ツーコースか、アウト。ファーストから、いいね、ワンアウト二塁だ。先制のピンチを迎え、ここ大事よ、ここ大事。初球から送ってきました。さあ次の投球、見送ってボール、外れてワンボールワンストライク。投げた、ボール、わずかに外れました。カウントはツーボールワンストライク。投げた、打ちました、セカンドゴロ正面、一塁送球、アウト。これターニングだな、秋山君だよ。しゃおえぇー、秋山デカミート。まあでもノリさん抑えればいい。第2球、投げました、ストライク。いいね。第3球を投げました、低めボール。あらららららら、あれよ。オッケー、あーよしよしよし。これ、ノリさんのミートがドカン。よっしゃ、こっから来た。ドカン来る、ドカン来る。先頭バッターは、はい。あー、いけたよ。ファーストボールやろ、これでワンアウト、ランナーはありません。坂本9番、お前ずるすぎだろ。内角低め、外れてボール。坂本、俺打てないんだよ。流し打ち、どうだ、これはファースト正面。やばいよ、これこの回は取れなくてきついぞ。打順をトップに帰って田中、いける。第1打席はライトフライに倒れています。高速スライダー、ボール、アウトローへ。カウントはワンボール、ワンソン。流し打ち、ファール。次が4球目、投げました、打ったに当たりました。ラストミート、今のは予想できてましたね。田中、いいバッティングを見せました。さあやるやって、一塁ランナー飛び出している。うわ、一塁送球、うわー、今のタイミングでいかないと無理ないよね、多分。メローニ、この回は2番からの5打順。もう4回か。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。ねえ、やっぱね、下の変化使いたくなっちゃう気持ちわかるんだけど。うわ、違う、今のはもうまたそれやって。いったー、それ何、やめよう、それ。ナイスバッティング。最初のバッターボックスは初心に倒れています。初球はストライク、変化球に切れがあります。やばい、波乗らしてやばいよ、マリ。これちょっと抑えない。投げました、危ない球。第3球を、ちょっと痛いね、あそこに。投げました、打ちました。うわ、マジか。あ、ラッキー。あー、やばいやばいやばい、ノリがやばいです、ちょっと。メンタル、ノリメンタル。バッターは DH のゲレーロ。最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。系統ですね。あー、早い、いや、決勝にふさわしい。いい判断だわ。さすがノリ監督。バンデンハバンデンハク強そうだね。いや、野村さんやばい。絶好調だしね。絶好調いったわけね。いや、野村意外と打たれるからね。そうなの。マスカバ。まあ絶好調だか。絶好調だよ。変化がないもん。第9。サークル中心。第2球。ストライク。うおい。いや、でもブレーキ効くね。第3球を投げた、内角低めいっぱい、ストライク。めんどくせえな。次が4球で投げた、アウトロー際どい球、ボール、カウントは3ボール2ストライク、ストライク。あれ、おー、いいね。今度、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた、通信ボール、これはわずかに外れています。カウント1ボール1ストライク、打ちました。おー、最後飛びついた、よしよし、投げた。うわ、今度、ナイスバッティングです。
やばい、ノリさん。ノリさん、頑張ろう。第1打席はライトフライに倒れています。投げた。初球決まってストライク。初球ストライクから。2球目空振り。これで追い込みました。怖い怖い怖い。空振り三振。いいね、ノリさん。いいやるやん。バッターは7番、上林。第1打席はフォアボール。アウトロー。ボール。完全なボール球。インコース低めいっぱい。ストライク。カットボールだね。投球はこれから3球目。3球目ストレート。ダリーこれ。次は4球目投げた。ボール。アウトコース低め。平行カウント。低めきた。ああ。もう何？よく粘りますね。今回は上位打線から始まります。先頭バッター西野。見送ってストライク。まずは見送りました。ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げました。危ない球。第4球を。投げました。インロー。空振り三振。先頭バッター三振に倒れました。投げました。初球打ち。お、ロペス。ああ、全部ね、なんか正面いっちゃうんだよな。第1球。投げました。外れた。ボール。第2球。こいつ歩かせます。投げました。おい、怖いね。嫌い。第4球を投げた。外れてフォアボール。ストレートのフォアボール。バッターは指名打者新井。第1打席はライトフライに倒れています。新井さんも怖い。第2球投げた。インローを見送ってストライク。第3球はインコース低めストライク。155キロのまっすぐ。投球これから4球目打ちました。モギボールを取る。アウト。うわやばい。最終回来た来た来た。5回の表初優勝がかかっているんだ。トップバッターは中村。最初のバッターボックスはピッチャーゴロ。ノムさん打ちにくいわ。1球目ストライクから。ノムさんだるいわ。投げた。ボール。外れてワンボールワンストライク。ノムさんやらしいや。見送ってストライク。だるいわ。次が4球目。あんまり変化ないで逆に。そう。投げた。ちょっとずらしてる。危ない球。俺も、あでも俺つきかな。いや絶好調でね、打ちにくい。マジ。ちょうどよく変化してる。センター方向に持っていきましたが、掴みました。おー、アウト。ランナーはありません。バッターは9番川崎。最初のバッターボックス。いやマジ勝ちてーわ。インコース低めストライク。1球目空振りから。おっす、ブレーキでね。結構野村に構わない。投げた。打ちました。フラフラッと上がった。あー、いい変化球持ちで取りました。よしよしよし。ランナーありません。バッターはトップに帰って秋山。例えば制御はダメ押し入れたらちょっとわかんない。スタンドに入りました。まあ決まりだね。いや決まりじゃないですよ全然。おーいいよ。お集中します。投げました。打ちました。一二塁間のゴロ。バット取れない。ちょっとじゃなくない。いいバッティングを見せました。左バッターボックスには茂木。茂木さんが打った感じです。第9。初球を。オッケー。センター方向へ持っていきましたが取ってこれ。最終回です。さあここ。こっから勝負だよ皆さん。ノリさんが逆転するか。怖いね。来たー。さあ、うわあそっか。うわあえぐいな。進化。サブでもいいのか。スラブ打つかな。とりあえずルイ出すまでやります。第9。見送ってボール。第2球。投げました。高速スライダー。ボール。カウントは2ボールノーストライク。ボール。カウントは3ボールノーストライク。投げました。4球目ストライク。ここは1球見ました。投げました。アウトコース低めいっぱいストライク。投げました。変化球。空振り三振。一気に倒れました。バッターは7番宮崎。今日の初球から打ってきた。来た。変えた方がいいと思う俺。うわーここマジ決めたいな。キャッチャーまだいる人控え一応。うん、いる。じゃあ大丈夫でしょ。ここで決める形でいけば。石原もいるし。うわー今までにないガチ試合ですねこれ。やばいよ攻め合い。最終回で。松山さんいいんじゃないか。1点差。松山行く。しかも左でしょ。あれ決勝戦ってやっぱ独特の雰囲気ある、うん、やってる側のこのハラハラやばい。なんかもう燃えてくるガチで。第9投げた。見送ってストライク。伸びのあるストレート。一塁ランナー飛び出している。ピッチャーから一塁送球。やばいって。やった。いやもう2回それは2回それまずいよお前。もったいないよ。タッチアウト。2アウト。さあ2回やったわ。投げた。低めの球空振り。このまま簡単に終わるわけにはいきません。インコース低め。ええー
まるでしょうね。もうダメだ。やばいって。まあ、何歳何枚ってことは、正義の初優勝でございます。おめでとう、正義。初優勝。さらっとアウトになったよ。ワンチャンヒットエンドランミスっても盗塁成功したらいいかなと思って、もう一か八か、うん、もうあそこも一か八かでいかないと、まあ、攻めていったわけだ。無理かな、まあ、そう攻めの人がいた。侍ジャパンのね、あのイバちゃんの取りみたいな、うん、ありがとうございます。まあね、初優勝いただきました。結局あの嫉妬がダメだったってことだな。そうだね、そうだね、嫉妬一本でいったらかね。嫉妬一勝したくないよ、マジで。一勝ですよ。でもそれも勝負ですからね。逆に言えば嫉妬なかったですから。やっぱね、決勝のダメージでかいよね。勝った方と負けた方の地獄度はやばい。次、第4回ドラフト会議。おー、なんと、1チーム1人だけレジェンドの OB 選手を決めます。 OB ね、最高で、順位なんで、まあ、僕は1人、まあ、みんな1人ずつなんですけど、他にまあノリは1人取れて、まあ、2人取れて3人取れて、まあ、実質もほぼ OB しかいらないという、まあ、そうだね、状況なんですけど、まあ、その OB 誰を取るかと。レジェンドがね。そうで、レジェンドのチート級は外してます。はい、はい、そうだね。例えばもうなんか4個変化球持ってて155キロとか。あー、バケモンですね。で、オールエース級のやつとか。パピオン、あー、やばい。パピオンですよ。なんで、まあちょうどいいやつ、はい、で、ドラフト目玉としてバッターとしてえぐいのも何名か入れてます。そうです。おお、ピッチャーはあんまヤバいのは入ってます。まあそうだね、でも1人しか取れないから。そうだね、まあ、どっちを取るのか、どっちを取るのか。そうそうそう、まあどのチームもまあ投手不足なんで、多分投手を取る。うん、ピッチャーだね。あ、まあ、この前ほど無双できなかったから、なんかあんま自信はないです。うん、2連覇。みんな強がってるからね。この前の感覚はなかった。なかった、うん、じゃあもうね、大体ほんとね、データ取れてきてね。そう、もう裏の裏の裏みたいな書き合ってるからね。今日は難しかった。そうだね、まあでもいい試合だった。いい試合だったね。うん、うん、楽しかった。それは間違いない。うん、ほんならチャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。